はい、えー、こんにちは野球グモの関口コーチと申します。えー、今日から、えー、野球グモチャンネルというものを始めまして野球の面白さを皆さんにお伝えできればなと思っております。まあ、えー、私は、えー、1960年代生まれのもう不惑の完もう完璧に行こうとしている人間です。まあ,あの古い野球というか野球の歴史が好きでずっとまあ のの野球雲の総監から関わっていますえー、今日はちょっと若手代表の人間もちょっと入れて野球雲のえいろんなことを話していければと思います。どうぞということで呼ばれました和歌と申します。えー、年代は平成生まれの、えー、まだピッチビチの20代から30代の人間です。えー、なんでこんな場所に呼ばれたか僕にはよく分かりません。えー、関口さんの、えーと若 って呼ばれたんですけど、子供という設定で今回やらせていきたいと思います。よろ,ね、よろしくお願いします。えーす、何でしょう。僕の好きな野球は、えー、まあ、見るのもやるのもどっちも好きです。えー、特に好きなのは外国人選手。一番好きな外国人選手はイースンヨプという選手です。まあ、マニアということは皆さんわかると思うので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい。まあ、ということでですね。えっと、まあ、あの野球雲っていうのはなんぞやということで。はい。 あのどう野球駒って知ってます知らないですああそうだよね知らないのよく来たよね、うん、だ,からだから何で呼ばれたのかよく分かんないんだよねああなんで読んだのよまああのね、えっと、イースンヨープもいつか出てくると思うんだけどもともとはね2012年に古本屋仲間と作った本なんですよイースンヨープが日本から出てた年じゃないですかあ,あ、えー、そうかすごいねそれもまた渋いね代わりにいいデコが来ました <laughs> で、まあ、無視しますけど創刊、はい、号っていうのがね 実はあの、もしかしたら、史上最弱のチームというのをやります。史上最弱の球ーでね、二号がね、大正野球狂時代。大正時代のやつ。で、まあ、表紙がね、ジョンマグロっていう。え、ベーブルースじゃないの、これ。まあ、それも、時間がないので後でするけど、で、三号がね。三号。ええ、野球サ三都物語といって。三都。ええ、関東から見た、関西の野球。へえ。うん。ちょっとアプローチをね。 ひねってみましたじゃあこの3頭っていうのが関西のそう京都大阪神戸ですね <へー S 2> で4号がえー太平洋往来ということで野球太平洋往来ということであの昭和9年のベーブ・ルースが来て80年という時に4号を出しました <へー S 2> で,ええであた表紙がですねえ久慈次郎という誰沢村のねえバッテリー沢村と組んだキャッチャーですね <沢村 S 2>、うん サムレイジとあ<ー>、うん、であの函館オーシャンズというノンプロで終わったんですけど<へ>まあ,あのちょっとけん制球が頭に当たって亡くなったというちょっと、ね、衝撃的なあの最後を遂げたんですけど、まあ、野球殿堂入りしてる名キャッチャーの一人ですね。<ー>で午後が、えー、東京野球キッドという、うんえー、これは戦後の昭和20年代の、うんまあ、東京を中心とした野球文化っていうのを紹介した。 で表紙が青バットの大下博知らないかな知らない赤上赤バット知らないか知らないとなく聞いたないねんとなくもないねそうですかじゃあ先進みます6号がですね消えた球団高橋ユニオンズこれはね実はパ・リーグにね1954年から56年の3年間だけいたチームです部活かな <laughs> あそれ言うと後で炎上するかやめてねそういう言い方はねでまあ一応、えー、表紙が、はい、巨人に戦前いて戦後いろんなチームに渡り歩いたロシア人の大投手ビクトリー・スタルヒンですロシア人から来たんですか、えー、そうです<ー>まあこれもねまた後ほどいろんなことで話が出てくると思います、はい、で7号が、はいえー、これは千葉ロッテマリーンズの、はい、あ今ありますね、うん、それの先祖の毎日オリオンズ <毎>日ええ、これパ・リーグが、えー、セ・リーグとパ・リーグができた昭和25年1950年に、はい、え毎日新聞社が資本として参加したチームですえ毎日って野球持ってたんですかそうなんですチームを持ってましたへえそれでねえっとまあ一応あのー、この時にパ・リーグで優勝して、はい、日本シリーズにも出場して優勝しました 日本シリーズ、えー、まあそういう栄光うの栄光の野球チームなんですけどそれを取り上げましたへ<ー>えす、ー、げえなまへまあ一応次が8号のはい8号のこれちょっと変わって鉄道と野球鉄道うんあのー、鉄道会社っていうのは昔からあの野球プロ野球に結構関わってへええ そうえなんか球団でも持ってたりってことそうですね、だから今は阪神タイガースと、はい、パ・リーグは西武ライオンズの2チームですけど、はい、昔はね、パ・リーグではほかに阪急とか、阪関西、ね、ブレーブス、あはいはい、それとあとは近鉄バッファローズ。あーそうな、うん、なくなっちゃいましたねで、えーとー、今の西武ライオンズの元祖に、はい、西鉄ライオンズという、うそれがまあ今、西武がなったと。 うん、で他に実はヤクルトの前身が国鉄スワローズ国<鉄>え、そういうことも含めて鉄道と野球との関わりを持った、はい、で、えー、表紙が表紙あの400勝投手、金田正一さんですね、あ<ー>金谷ですね、金やんうん、たまーにま、ね、日曜日によく,出て,くる出てますね、張本さんと、ね。ななんんとかでってやつで,す、ねはい、で9号が、はいえー、ちょっと少し軽く日本の野球を変えて100人。はい なるほどうんこれはの野球雲がやっと9号ぐらいになって少し読者の方も増えたんでアンケートを取ったり、うんまあ、イベントでその時お話を聞いたりしてまとめました、はい、でちなみにこの時の1位というかトップが野茂英雄さんでした、はい、何のアンケートだったんですか日本の野球を変えて100人1人で1位がう,そう ええ王とか長島じゃないんだ。王さん長島はベスト10というか標的なそう入ってるんですけど、一位はやっぱり野球グモを見るてくれる人の選んだな野茂さんでした。随分変態チックなやつですね。また炎上するからやめて <laughs> ごめんなさい。はい。二、はい、位が、はい、まあ一応サムライエジさんですね。おお。まあその辺がちょっとやっぱピッチャーが出てきたということでいろいろと面白い結果になってます。はい、で。 これが今のところ最新号なんですけど10号2017年の12月に出て、はい、これが、えー、さっきの7号の毎日オリオンズと日本シリーズで戦ったセ・リーグの覇者、はい、ショーチクロビンズという特集ジャイアンツじゃないんだそうなんですよジャイアンツは翌年は優勝してそこからすごく上昇チームになったんだけどこの時はねもう混沌とした時代だったのではあ いろいろとこう引き抜きとか選手のもうこうトレードというかもう往来が多くてその中でまあピッチャーが39勝したりででバッターが3番の小鶴誠というのが163打点というまだ日本記録の打点をあれじゃなかった1かなそれは悪いね。 かなまあその辺であの古い、ね、人間だと163三と覚えちゃったりしててねごめんなさい <laughs> でね、まあ、一応そういう大選手がいたチームでだ <laughs>、はい、けどちょっとマニチュオリオンズに負けちゃったということで<ー>あ消えこれも昭和27年に消えた球団、はい、この今10冊のラインナップがありますほ<う>でねえっと野球雲はこれからどうするのかという話をよく、はい お客さんというか読者の方から聞かれるんですけど、はい、実はあのやっぱり紙媒体であの野球の本を作るってやっぱり今の時代本当大変で、はい、あのだからといってあの2018年のシーズンも今年、はい、去年終わって、はい、もうそれも実は歴史なんですよね。なるほどで。その歴史っていうのはどんどん溜まっていくし、<ー>であの忘れられる。 思い出とか選手とか記録っていうのもたくさん出てくるわけですよ、はい。イースニップとかですね。そうですそうです。そういうね選手をね <laughs> こう探ってったり、はい、まあ野球の歴史もしくは文化系野球と、はい、いうのをもうちょっとみんなで楽しめるためには本だけだとちょっとやっぱりこう出せないネタとか出てくるので、今回まあ2019年に、はい。 なるにあたってやっぱり野球雲の編集部としてみたら、はい、やっぱもうちょっとデジタルの方を使ってそのまとめるというよりも一つ一つね、うん、面白いものをちょっと蔵出しっていうわけじゃないけど、はい、出していこうかなとなるほどまだまだ1号から10号まで作ってきましたが。はい 本当に涙を飲んでカットした部分ってあるんですよ。おお、まあよくある話ですね。そう、インスヨンプとか。インスヨとか <laughs> でね、まあそういうことも含めると、はい、やっぱり一つ一つあのコンテンツというかネタを出していった方が実は皆さんあの野球シーズンが始まってもね、はい、面白いんじゃないかなと。えー、まあ作る方もね今回。 古い野球なのに、新しいことでテクノロジーでやるということで。結構みんな戸惑ってますが、まあ一応これも紙媒体。まあ本にしたりするためにも、こういうデジタルをきちっと使わないといけないんじゃないかなと思って、進めていこうと思ってます。そんな崇高な考え。そうなのよ。言ってくれてありがとう。誰も言ってくれないから。あ、かわいそう。まあね、そういうことでね、あの、そろそろ。あのー。 始まるっていうことで今日はね、はい、まあちょっと触りだけですけどね、はいろいろ、はい、とあのさっきの創刊号の史上最弱のチームはどこだっていうのも、はい、実はまだまだネタがあるんで、お<ー>やっぱりその辺も含めて、少しずつ、ね、出せればいいなと思ってます。このチャンネルででそうですなるほどということですね。 じゃあえっ、ー、と。まあこんな感じで古い野球をなんかやっていくっていう関口さんが話してくれるそうなんで、もしご興味とかございましたら、チャンネル登録の方お願いいたします。ま,すまたお会いすることを楽しみにしております。お相手は私、えー、和歌と関口浩二でした。お疲れ様でした。また次回の更新まで、はい、さようなら。